DIY の電動工具はこれ。今回は前回に引き続きまして、この普及品のダブテールデューの改造を紹介します。前回紹介したんですけども、このダブテールジグは構造上どうしてもこう材をセットするたびにずれます。ここに遊びがあるためにこう上げるたびにこうずれるんですね。微妙にずれまして加工ができなくなりますので、このクランプ部分を固定すれば加工が高精度になります。その方法を紹介します。これが加工材をセットした状態です。前回も言いましたけども、テンプレートの位置をきちんと合わせて、横も合わせました。合わせましても一度開けてこうしますよね。こうするたびにずれるんですね。微妙にずれていきます。合わせておかないとずれるので、前回は線を引いて毎回合わせるようにということでやりましたけども、それでは時間がかかりますので、もう本体自体を直すことにしました。で、同じ位置に来ればいいわけですので、この状態では毎回このように動きがありますので、同じ位置に来てくれません。これが固定されてうまく同じ位置に来るようにします。このクランプ部分が上下左右に遊びがありますので狂いますので、これが上下左右に揺れないようにためのパーツをここにつけます。で、はじめ金属でやろうと思ったんですけども、金属の金具を使用する場合直角は出ていないんですね。こうです。直角が出ていません。出ていないので、これは小さくても一緒です。この小さなものでも直角は出ていません。小さなものでも直角は出ていないんですね。ですので、これはもう直角でなければ精度は出ませんので、金属これを直角に直すことは非常に難しいので、金属はもう今回は諦めて木で作ることにしました。フェンスを外します。で、ここですね。ここにで、こう入れます。ここに固定をします。で、このこのようになっています。位置を移し取ります。はい、ではこうですね。で、こう抜けるようにしますので、ここですね。このまま抜けません。ここですね。取り外しができるようになりました。こうですね。ではこの土台を止める穴は、この穴をこのここでこのパーツを止める穴に使えますので、もう今入れておかないと元に戻りませんので、ここですね、今取ってますけども、この時点で止めておきます。こちらの土台を固定します。で、固定するのは六角ボルトの6ミリなんですけども、長さは35ミリくらいでいいと思います。私は長めのものしかなかったので、ボルトを1個入れてごまかしていますけども、で、下からこうやります。こうですね。こう入れます。ここに入れておきます。大きめのワッシャーを使います。クランプ部分を元に戻しておきます。よく使う板厚ですね。まあ18ミリぐらい、19ミリ、18ミリを一応入れておいて、これでクランプをギリギリまで下ろします。では大体板厚ぐらいまで落としています。こうですね。この状態でここに移動を止めるパーツをつけていきます。このクランプ部分が動くのを止めるわけですので、同じパイン修正剤を使っていますけど、こうですね。
こう挟み込む形になりますけども、テンプレートを固定する金具をの部分を書き取ったりとか、このここに当たる部分があるんですけど、テンプレートがここをトリマー加工したりとか、複雑な形になります。このようなパーツでこのクランプ部分を挟んで移動を止めるんですけども、動きを止めますけども、形はこのような複雑な形になります。こうですね、こう。でここですね、これでクランプの左右前後の動きを止めます。こちらで左右の動きを止めます。このような形になります。切ったものがこれですね。このような形で、ね、実物に合わせながらもやっていくしかないですね。こう面倒ですけども、こうなりますね。これはこうなっています。ここは後でネジが外せるようになっています。今このような形になりました。かなり複雑なんですけども、こうですね。で手前がこうですね。あと非常に細かいですけども、このテンプレートの金具は緩めると出るんですね。後ろに出ます。でここに当たりますので、ここに当たってしまいますので、ここに出るといっても7ミリほどなので、ここにトリマーでスリットというか溝を入れます。これはテンプレートの金具が後ろに突き出る部分のへこみですね。上下動しますので、長い大きなくぼみが必要になりました。2つ同時に加工をしました。パーツができました。このような形です。非常に複雑な形ですので、こうですね。でこうなります。でこの状態で固定をします。それではパーツを接着していきますけども、このクランプが平行になるように確認しておきます。一番こう動きますよね。でこれがきちんと平行、板を挟んでおきます。で平行になるように、ここで上下ができるようにしたいので、ほぼ平行であることを確認しましたので、軽く締めておきます。ここですね、ここは密着させます。こうですね。でこちらも密着して固定します。で後でこのようなパーツをつけて実寸を測って、このように蓋をします。こちらも貼り付けます。このようになります。こうです。ここですね、このクランプに密着させます。クランプの動きを止めたいので、こうこのようにして乾燥させます。こちら側も、こちら側を固定しました。でこちら側も固定しています。両方固定しています。この状態で乾燥を待ちます。横揺れを止めるパーツを作ります。今これは仮に作ってるものですけども、実寸で合わせてここに収まるようにします。高さは私今回41ミリにしています。でこうですね、こう。クランプ金具に密着させます。でこのまま乾燥を待ちますけども、この時にここですね、これがノブを回して動くかどうかですね。きついと動きませんけど、ゆるいとガタが出ますので、動くかどうかを確認しておきます。それと、こうですね、こう前後に振ってみて、ガタがないかどうかを確認しておきます。
揺れがないかどうか、遊びがないかどうかを両方とも確認しておきます。ではほぼ乾燥しましたのでクランプを外します。これで一応完成なんですけども、一応塗装をしておきます。で分解ができますので、ここですね、こちらはここで外れます。外れます。こちらは外す、はい、でこちらはここを抜かなければいけない。ちょっと面倒なんですが、取り外す場合はここですね。手が入りますので、ここで押さえて外すことができます。外れました。で、こちら側も外しました。で、これが抜けますよ。抜けるとこれがもう取れます。これが抜けますね。固まってました。では、このように完成しました。で、色を塗りました。一応、こういう状態です。このような状態です。ここですね。で、こうです。ここのネジはトリマーとか小さめのものでは大丈夫ですけども、大きめのものは当たってしまいますので、ここで。ですので、普通のネジに交換しています。プランジになってます。プランジナットを取り付けています。ここですね、下は。調整はこれでやっています。はい。このようになっていますので、この前のレバーをこう動かしても、この部分は動きません。上下に動くだけです。左右にも ここで止まっていますので、ここですね。奥は見づらいですけども、ここですね。ここで止まっていますので動きません。テンプレートは動かなくなっています。では今からこの改造したものを使って3回同じ加工をやってみます。1,2,3 となっています。でこの板だけ同じ色ですので、それでは加工します。これが1番です。今加工終わりました。これが1番です。次は2番に行きます。はい、ではこれ3番ですね。します。3番です。こうです。では今、続けて3個加工しました。合わせてみます。こうですね。こうなんですけども。何度かもやってるんですけども、かなりもう精度が高く組めます。このくらいに組めます。もうピタッといってますよね。これは同じ色でやってますけども、このように加工はできまして、今入れてみます。こうですね。こうです。こう。かなり硬くなります。はい、こうです。このくらい頑丈に、はい、このくらいに組みます。がっちりと組みます。目違いも、こちらも目違いはありません。ここもないです。はい、このように組みます。3番です。はい、ではこれでいきます。こうですね。このように入りました。こうですね。こんな
同じ組み方です。全くずれてません。気持ちよく入ってますよね。このように同じ組み方ができますよね。これ全て一緒です。上も合ってます。上も下も合ってますよね。このくらいか、あの精度が出ます。今回はこのダブテールジグを高精度にする改造を紹介しました。クランプの動きを止める部品を追加するだけで非常に高精度なダブテールジグになります。今回はこのダブテールジグの改造の紹介でした。ありがとうございました。